重工が電磁式カタパルトの動力源として大容量電池を提案しているという情報が入ってきました。今回は日本の空母事情と川崎重工開発の電磁式カタパルト用大容量電池について見ていきましょう。護衛艦ヤマト誕生かも F3 戦闘機艦載しできたらいいけど、出雲型護衛艦より大きな空母を建造し、中国への牽制になるはずです。AI と無人機フルシステムで可能かもね。川崎重工業は、コンパクトで高性能な大容量ニッケル水素電池ギガセルを開発しています。今回、このギガセルを応用すれば、航空母艦の艦載揮発艦時に使用する電磁式カタパルトに転用できるという提案を DSEI JAPAN 2023でパネル展示したそうです。DSEI JAPAN 2023は3月15日から17日まで幕張メッセで開催されました。国内で開催される防衛関連イベントとしては大規模な防衛セキュリティ総合展示会のことで、防衛関連省庁が全面的支援をして2019年から日本で開催されているものです。今回の DSEI JAPAN 2023は2019年に続いて2回目です。防衛・セキュリティ産業に関わる多数企業が前回以上の規模で一堂に会しました。世界中の企業担当者が日本やアジア各国の防衛・セキュリティ関係者と強固なパートナーシップを築き、様々な知識を共有して、防衛装備品のイノベーションを巻き起こす可能性のある場所として期待されているそうです。川崎重工業は、グループ企業の川崎モータースが開発し製造、販売している大容量ニッケル水素二次電池ギガセルのパネル展示で、航空母艦の飛行甲板から艦載機が発艦するときに使用する射出用カタパルトを電磁式カタパルトに変換する際の電源として使用できると説明したパネルを展示したのです。ニッケル水素電池は広く普及している蓄電池です。具体的には乾電池型充電池やハイブリッドカーの電源やデジタルカメラや携帯音楽プレイヤー、一部のノートパソコンの電池などとして使用されています。大容量ニッケル水素二次電池ギガセルは従来までにはなかった高速密流放電が可能な蓄電池として瞬発力に富む次世代を担う蓄電池とされています。現時点では路面電車や太陽光、風力発電など自然エネルギーの出力安定化に役立つ地上蓄電設備として利用されていて、環境へ十分に配慮されているエネルギーの有効利用、CO2 削減などに貢献する地球に優しい電池として期待が寄せられているのです。その特徴としては、バイポーラ 3D 構造によって、電池のセル容量やセル数を増やせるので、容易に大容量化できるということです。バイポーラとは、隔壁によって直列に接続される複数の単セル構造のため、セルの表取り面が、それぞれ、正極と負極になる構造のことです。セルを薄くできるだけでなく、断面積の大きな隔壁でセルを接続させるので、エネルギーロスを最小限に抑えられ、同時にモジュール内に直列させるセル数を増やせるというものです。さらに、ギガセルは内部抵抗が小さいので高速密流放電できる、長時間使用が可能で耐久性が高い、環境や人体に影響を及ぼす可能性の高い有害物質、鉛、水銀、カドミウムなどが使われていない、常温で作動が可能なので、設置場所に制約がない、電池内の電解液は水溶液系なので、発火の心配がないなどがメリットとして挙げられています。川崎重工業の提案では、空母の電磁カタパルト電源として使用するには、電圧約 36V 容量 5.4kWh のギガセル 30kg7 型のモジュール300個で、32MW の高出力を得られるとして、これらのモジュールを、艦内格納庫のようなスペースに、キャビネットに設置するとしています。これによって、電磁カタパルト用の発電用ボイラーを設置するより、はるかに小スペースが実現できますし、ニッケル水素蓄電池は、リチウムイオン蓄電池と違って発火する危険はほとんどないので、万一空母が被弾したり、艦内に火災が発生したりとなっても、ダメージコントロールがしやすくなるということです。
電磁カタパルトは、従来までの主流だった蒸気カタパルトに代わる、エネルギー効率のいい新たなカタパルトとみなされています。アメリカをはじめ、イギリス、ロシア、中国、インドなどの空母保有国で開発が進められていて、2022年時点で、アメリカは実用化に成功し、ニミッツ級原子力空母の後継であるジェラルド・ R ・フォード級原子力空母に搭載したそうです。中国も陸上基地でのテストを経て実用化に成功したとして、現在偽装工事中の003型空母復権に搭載したとされ、2024年1月時点で電磁カタパルトから艦載機発艦に成功したと述べていますが、それを裏付けるような動画や画像は公表されていません。現時点ではまだ主流である蒸気カタパルトは、アメリカ海軍とフランス海軍で運用されていて、信頼性については、高い評価を得ているそうです。アメリカ海軍のニミッツ級原子力空母の場合、飛行甲板に4畳の蒸気カタパルトを設置していますが、少なくとも 99.5% の確率で、最低でも1畳が稼働できるとされ、洋上の空母上ではこの上なく信頼できるカタパルトと言えましょう。しかし、そんな信頼性とは裏腹の欠点もあるのです。蒸気カタパルトの射出の際のエネルギー変換効率は 4-6% とされます。そのため、出力制御が困難であるため、重量の軽い無人機などの発艦には出力が強すぎて射出に失敗などの報告があるそうです。一方、電磁カタパルトは、アメリカとイギリスが共同開発しているエマルスの場合、設計上では 90% の変換効率を達成できるので、大型で重量がある戦闘機から、小型で軽量の無人機まで、多種多様な艦載機を、最適な発艦速度で射出できるようになると言われます。しかし、これまで、電磁カタパルトは、大きな電力が必要なので、通常動力の空母では、無理で膨大な余剰出力から発電力が確保できる原子力空母でなければ搭載不可能と言われてきました。そのため、中国海軍の003型空母復権も、建造当初から電磁カタパルトを搭載するという情報があったので、原子炉を搭載して、中国海軍初の原子力空母誕生となるのではないかと噂されていたのですが、結局は通常動力型空母と判明しました。中国側は電磁カタパルトと主張していますが、証拠動画や画像が公表されていないので、蒸気カタパルトなのではないかと、多くの疑う声が上がっているとか。電磁式カタパルトのメリットはまだあります。発艦時のシステムの起動が早いのです。蒸気式では、ボイラーで発生させた高温高圧の水蒸気を使用するので、カタパルトで使用する蒸気を蓄えておくアキュムレーターに、ボイラーから蒸気を送り込む際、熱膨張によるパイプや機器破壊を防ぐため、配管やオイルなどを数時間予熱して暖気する必要がありますが、電磁式では、そういった事前の保温が不要なのです。また、蒸気式では、ボイラーからアキュムレーターに供給された蒸気を温度が下がって水に戻るのを防ぐため、温度と圧力を保つ必要がありました。つまりアキュムレーターを保温しておかなければならなかったのです。そのためにエネルギーロスが発生していました。そして、電磁式の最も大きなメリットは、発艦間隔を短縮できることです。電磁式では、45秒で再充電が完了するので、電力が確保されているとすれば、理論上1分で2機が発艦できる計算になります。蒸気式は、通常2分に1機の間隔で発艦可能なので、それより短時間でより、多くの艦載機を発艦できるというわけです。このように、膨大な電力が必要なので、原子力空母でなければ運用できないと見られてきた電磁カタパルトですが、川崎重工業のギガセルで、その電力を賄えるとすれば、海事の出雲型空母に搭載することで、艦載機 F-35B をフル兵装で発艦させることが可能になると、防衛省は、今後のギガセルに関する情報に期待を寄せているとのことです。2023年12月中旬、アメリカ海兵隊の所属で、山口県の岩国基地を駐基地としている F-35
35ライトニング 2B 型の2機が、宮崎県の固有郡新富町に所在する航空自衛隊のニュータバル航空基地で離着陸を実施したことが報じられていた。アメリカ海兵隊所属の F-35 ライトニング 2B 型といえば、第1回目の航空母艦化改修を終えた後の出雲型ヘリコプター搭載護衛艦への離着陸テストを実施したことでも知られており、同機の日本への導入に貢献を果たしている。ただし、こうした出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用するためのテストには、協力を仰ぐために、アメリカ軍に12億円以上の費用が、技術的な支援費用として投じられており、予算化されている。そのため、今回のニュータバル航空基地へのアメリカ海兵隊所属の F-35 ライトニング 2B 型の離着陸に関しても、単なる日米での同期運用に際しての連携というだけでなく、契約としての対価を伴う行為であることは想像に難くない。そうした中で、日本の防衛省は、南西諸島方面の防衛力の強化の一環として、沖縄県のうるま市に、訓練場の整備を進めることの現地説明会を実施し、ここでも、その説明用の資料の中で、F-35 ライトニング 2B 型についての記述が確認された。その資料によれば、今年2024年度から、実機の配備が開始される航空自衛隊用の F-35 ライトニング 2B 型について、前述の宮崎県の固有郡新富町のニュータバル航空基地に、同機の飛行隊を新規に配備する計画が記述されていた。日本の航空自衛隊では、2024年2月の現時点で、この短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型を合計で42機、通常の滑走路で運用される空軍型の同 A 型を、105機の総合計で、147機の調達を計画している。日本を含むアメリカの軍事同盟締結国、並びに、友好国が物理的に入手可能ないわゆる第5世代戦闘機は、これら、ロッキード・マーチン社製の F-35 ライトニング2に限定されるため、採用国は増加の一途をたどっている。そんな状況下、今回の防衛省の資料によれば、航空自衛隊が調達する F-35 ライトニング 2B 型は、宮崎県の固有郡新富町のニュータバル航空基地に2個飛行隊を新設して駐機させる計画であると記述されている状況だ。現時点での故障としては、宮崎県の固有郡新富町のニュータバル航空基地に配備される F-35 ライトニング 2B 型の飛行隊は、仮の名称として、臨時 F-35B 飛行隊とされているが、新設される2個飛行隊に42機全機を組み込む模様である。いよいよ、今年2024年度から、宮崎県の固有郡新富町のニュータバル航空基地に配備される予定の F-35 ライトニング 2B 型だが、防衛予算上では、2020年度分から計上が行われており、すでに、今年で5年目を迎える計算である。まず、航空自衛隊のこれまでの F-35 ライトニング 2B 型の取得予算の計上は、初年の2020年度が、6機を793億円、1機平均約132億円、2021年度が、2機を259億円、1機平均約130億円、2022年度が、4機を、510億円、1機平均約127億円、となっていた。同様に続く2023年度が、これまでで、最大の8機を、1435億円、1機約180億円、そして今年度の2024年度分が、7機で、1256億円、1機平均約180億円、となっており、この5年分の累計で、27機が、4253億円、1機平均157億円で計上されている。さすがに F-35 ライトニング 2B 型は、同機のシリーズの中でも、短距離離陸、垂直着陸が可能という特殊な機構を備えることから、調達単価も高額で、通常の滑走路で運用される空軍型の A 型に比しても2割以上は高価だと感じられる。そうした特異な特徴を備えた F-35 ライトニング 2B 型だけに、導入国は本国のアメリカと日本以外には、現時点ではイギリス、イタリア、
シンガポールといったごく少数の国々に限定されており、韓国が続く可能性がある程度であろう。日本では前述したように、この F-35 ライトニング 2B 型は、いずも型ヘリコプター搭載護衛艦に航空母艦化改装を施して艦載機として運用する計画であるが、シンガポールを除けば、すべての国が、そうした運用を行っている。アメリカであれば、海軍が保有する強襲揚陸艦の艦載機の一部として運用されており、現時点では、ワスプ級7隻、アメリカ級2隻の合計9隻の同艦の艦載機として、同様の用途の全モデルとも言うべく、機影 V-8B ハリアー2との併用が、今しばらく継続される予定だ。アメリカ軍でも、これらワスプ級やアメリカ級の強襲揚陸艦そのものは、海軍が保有、運用を行っており、艦載機である F-35 ライトニング 2B 型は海兵隊の所属であり、以前より、この2組織による共同運用が行われている。イギリスの場合、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とするのは、2隻が就役しているクイーン・エリザベス級航空母艦であり、こちらもまた、艦艇は海軍が、艦載機は空軍が運用するという体制を敷いている状況である。イタリアでは、軽空母であるカブールが F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用しているが、こちらは、現時点では、世界で、唯一、艦艇、航空機ともに、海軍の所属で運用されており、今後は、2024年に、就役の強襲揚陸艦のトリエステでも運用される可能性がある。F-35 ライトニング 2B 型の採用国で、最も異例な存在といえるのがシンガポールであり、もともとは、現行の F-16C-D を代替する目的で、2019年に、A 型の調達が計画されていたが、翌2020年には、これを B 型に変更することとなった。シンガポールは、航空母艦や強襲揚陸艦等は保有、運用していないが、狭小な国土ゆえに短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型を陸上から運用することで、航空戦力の柔軟な展開を目指す狙いがあると目されている。このシンガポールにおける F-35 ライトニング 2B の運用のコンセプトは、同様に国土が狭小であり、さらに、周囲を、敵国やイスラム武装組織に囲まれたイスラエルでも検討されているとされ、今後実施される可能性もありそうだ。イスラエルは、2023年10月以降、パレスチナのガザ地区におけるイスラム武装勢力のハマスの殲滅に乗り出しているが、今回のようなそれらの武装組織からのロケット弾頭による攻撃を見るに、F-35 ライトニング 2B 型の調達が現実味を帯びるかもしれない。キレでなくとも、イスラエルは今回の事態に遭遇し、A 型の自国専用バージョンである F-35I を実戦投入しており、言い方は悪いが、アメリカからしてみれば、その実力と効果を試す格好の機会と捉えている感も拭えない。さて、日本の航空自衛隊の F-35 ライトニング 2B 型の運用の件に話を戻せば、配属先となる宮崎県の固有郡新富町のニュータバル航空基地は、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の2番艦、加賀の母港である広島の呉へのアクセスにも優れた立地だろう。また現在進行形で開発が進む鹿児島県の馬毛島とも、四国の間にあるといえ、南西諸島方面の防衛の強化に向けては、非常に適切な配備先と言えるのではないかと個人的には考えている。日本国内の一部からは、今後、航空自衛隊への F-35 ライトニング 2B 型の配備が、今年2024年度から開始されるにあたって、いずれは、航空母艦化改修を終えた出雲型を運用する海上自衛隊に所属が移管される可能性を指摘する声も聞かれる。しかし、これまでにも紹介してきたように、イタリアの例を除けば、本国のアメリカ、イギリスともに、艦艇と航空機は、軍内部の別組織の所属で実施されており、日本も、同様の手法を取ることに、大きな問題が生じるとは考えにくいだろう。